こんにちは、今日は立体感について説明していきたいと思います。で、僕の家にちょっと自分のライフマスクなんですけど、石膏で作ったライフマスクがあったので、これを使ってちょっと説明していきたいと思います。で、まず1つ目、決めておかなくちゃいけないことが1つ目、ちょっとあるんですけど、まず光の方向を、決めておくってことですね。自然光でもいいんですけども、自然光の場合、時間帯によってちょっと長く、例えば何ですかね、数日もかけて、1枚を描くとき、光の時間帯によって光の方向が変わったりするので、最初は自然光よりは、家の蛍光とか蛍光灯とかでもう光の方向を一定にしておく、変わらないような状況を作ってから描き始めるのが、一番描きやすいかなと思います。で、早速なんですけど、立体感を出す上で、特に重要になってくるのが、大きな面っていうんですかね、正面、自分の各画面に対して正面と側面をちゃんと意識するってことを、最初気をつけてほしいと思います。で、このライフマスクを使ってちょっと正面側面を分かりやすく説明するために、ちょっと印をつけていきたいと思います。形の大きな変わり目、実際ここ正面になって、ここ側面になります。で、ちょっと細かいことを言うと、ちょっとおでこも奥に入ってるんですけど、またちょっと後で別の角度で説明するときに説明したいと思います。で、まず正面と側面ですね、こちらをこの変わり目に印をちょっとつけていきたいと思います。まずこう人によって解釈の仕方、はい、大体こんな感じですかね。はい、
大体、大まかな、正面と側面を、分けるところにちょっとポイントをつけてみました。で、なんでこういう、点を置いたかっていうと、この点と点をつないだ点、線。こちらも、この点をつないだ線を、から、もう、側面、奥に行ってるんですよね。この、例えばここの、頭からこういう、ここの面っていうのは、もう正面に対して側面なので、奥に行ってるんですよね、こう、すべて。若干ここの向きとここの向きちょっと違うんですけど、でも側面っていうことには変わりないですね。こちらも、この線からもうすべてもう奥にあります。で、正面があります。で、これを意識すると、本当に、例えば立方体を描いたりする時と同じような感覚、ここが正面、もう側面なので、形が変わっ、もう明らかにここと、ここ、正面と側面は、もう向きが違うんですよね、自分に対しての。ここは自分に対して正面を向いてるんですけど、もうこっちは奥に行ってるんですよ、すべて。で、この線をつないだ線っていうのは、光も大きく変わってる箇所なんですよね。ここは全体的に今正面は明るい状態にしてあるんですけど、それに対してここは分かりやすいと思うんですけど、奥に行くとちょっとやっぱり暗くなってますよね。なぜ暗くなってるかっていうと、形が変わってるから色が変わってる、暗さが変わってて、で特にここもう奥に行ってるので明るさにもう暗いですよね。で、ここもここの正面に対してちょっと暗いですよね。で、おでこもここの正面に対してちょっと暗くなってるの分かりますか？で、今光の方向がちょっとこっちから差し込んでるんですけど、なので、こっちとこっちの光の当たり方って確実にこっちの方が明るいですよね。で、こめかみのあたり、こっちのこめかみのあたり、こっちの方が明るいですよね。で、正面の中でも、こちらの、右斜めから光が当たってるので、こっちとこっち、こちらの方が明るいっていうのは分かりますよね。こっちちょっと若干暗いですよね。そういう光の方向を決めることによって、例えばこの画面の中で一番明るい部分、箇所っていうのは、ここ正面のここ、今この状態だとここら辺が一番明るいんですよ。それに対して、まあ鼻も確かに急激に形が変わってるので、ここすごい暗いんですけど、に対してこっちは明るいんですよね、結構。で、ここが明るいのに対してここが暗くなってるんですよね。そういう光のバランスを書き分けることによって立体感が出ます。なので、こういう解釈、簡単な解釈の仕方っていうのが、面の解釈っていうんですけど、側面、正面に対して側面。この面の解釈を分かっておくと、と、あと光の方向を認識していると、そういう規則性が分かるんですよね。
それを観察して見つけてほしいと思います。はい。で、よく、似顔絵とか描いてて、自画像とか顔を描いてて似せるのが難しいとかもあると思うんですけど、この点っていうのは似せる手がかりにももちろんなってきます。そのモチーフ、描こうとしているモチーフが持っている形の変わり目に今線を印をつけたので、この例えば正面の形、正面のここちょっとしたなんかなんていうんですかね、ダイヤ六角形のなんダイヤモンド型っていうんですかね、それもその人、僕はこっちやっぱ長いですよね。角度にもよるんですけど、その描くポーズの角度にもまた違うんですけど、今この状態でデッサンを描こうとすると、ここ短くてここ長いで、ここのこっからここまでの長さと、この頬から下までの長さの長さを引い、ここの形を似せることによっても、目鼻口描かなくても似せれたりするんですよね。その人の雰囲気が出たりするんです。なので、大まかな形をこの形とか、このホームベースみたいな形、六角形みたいな形、こういう側面のこういう形、ここの形を似せることが似てきます。似せることで似てきます。はい。では、次は、距離なんですけど、立体感、出すために、今ちょっと見ている方、ちょっとお伺いしてみたいと思うんですけど、今この方向でから見て、一番近いところはどこだと思いますか？分かると思うんですけど、一番鼻が一番近いです。画面に対して鼻が一番近いところにいます。で、よく輪郭とかって、輪郭ってここにありますよね。今ここなんですけど、この距離ってこの方向から見ただけじゃちょっとよくわかんないので、実際ちょっと傾けて、幅で言うと何センチ、もう10センチ以上ありますよね。ここの輪郭、今さっきの場所の輪郭なんですけど、から一番近いところって10センチ以上離れてるんですよ。そういうことも、見ることによって、例えば一番近いところから一番遠いところっていうのは何センチぐらい離れてる。で、そういうのはここの正面から見てるだけではわかんないので、こうやって向きを変えたりすることによってこの距離が分かったり、で、この距離がやっぱり分かるとちゃんと立体感を意識してできるので、まず本当にいろんな角度から観察するってことが大切になります。で、さっきも言ったんですけど、鼻からここなんです。例えばおでこでもさえも鼻からにしてみればだいぶ奥にあるんですよね。鼻から顎もちょっと奥にありますよね。なので、ということはどういうことがわかるかっていうと、鼻を一番近いところに対して全部こうやって角度があるんですよね。ここも角度がある。ここはこうつなぐと、ちょっとした曲線になってきたりするんですけど、角度があるってことは、例えば正面のここの上、正面のこの下で
影の暗さが違うんですよね。そういう、微妙な形の変化を知ってると、光の方向を後意識していれば、ここをまたよりちょっと、ここはちょっと暗くなってるんですよ。で、こことここはちょっとまたこっちの方が明るいので、そこをかき分けることによって、このこういう、なんていうんですかね、奥から手前に来てまた奥に行くような前後の立体感も出せるようになります。で、そのさっきの輪郭なんですけども、輪郭結構強く描いちゃう人結構いると思うんですけど、別に強く描くことが悪いことじゃないんですけども、結構強く描くと前に出てきちゃうことが多いんですよね。なので、本来、まあこれは本当ここで切れてるんですけど、自画像とか描く場合、輪郭の奥にも形があるんですよね、本来は。でも輪郭を強く描くことによって、ここで形が止まっちゃうんですよね。見えてるところまでです、までで形が止まっちゃう。その後ろを、なかなか、感じることができないようになってしまうので、輪郭っていうのを描くんですけど、ここに対して奥だっていうものを意識しながら、奥にやるために描くっていう意識を持って描いてもらいたいと思います。そうしないと、この本当に輪郭って輪郭を境に、もう形、輪郭を境にその余白と、こっち描いてるところがもうバッツリ切れちゃうので、ここに対して一番近いところに対して輪郭っていうのは、奥に行けみたいな意識で、ここの輪郭を描いてあげる。そうすれば輪郭が奥に行ければ、ここはまた自然に前に出てきます。輪郭をまた強く描いちゃうと、輪郭が手前に来ちゃうので、顔がすごい平べったいイメージになったりしてきます。なので、立体感が出ない、出づらいってことになりますので、そこら辺ね、意識して、描いてもらいたいと思います。で、まあ、こういうものがあればいいと思うんですけど、何でもいいんですけど、こういう印をつけることによって、例えばこう角度を変えると、こういう、こういうなんか関係性っていうんですかね、つながりが見えたりしますので、印をつけて、また本当にこういろんな角度から観察するっていうのを意識して、しっかりその立体感があるっていうのは、ちゃんとやっぱりこう解釈をしっかりしてあげるっていうことですね。本当にそれがどういう面っていうんですけど、どういう方向、自分の画面から正面に対して、ここは側面だよ、こっちは側面の下から当たってるよとか、側面っていうかね、上の面だよ、ここでこう上の面奥に行ってるよとか、そういうのをこう削ってあげるみたいな、書くっていうより奥に行けてこう削ってあげるみたいな意識を持つと、自然にそういうタッチも出てきますので、まずはこういうふうにちょっと何でもいいので補助線とかを引いてあげて、そういう解釈見て、そういうどういうふうな方向を向いてるかなとか、どういう面なのかなっていうのをちょっと意識して描いて、いただけると、立体感がより出ると思いますので、ぜひ参考になさってみてください。また何か質問がありましたら、お待ちしております。以上になります。最後までありがとうございました。